信州戸隠池盛そば赤坂店オープン。今回は山形に来ております。山形の冷やし肉そば紹介します。さあ、お店の中に入りました。なんといってもお店の名前が、はい、ちょっとで、あ、山形のね、これも山形ソウルフードです。冷やし肉そばのここは、おすすめで1位のお店です。赤坂店ね、紹介してるね、はい、まあうまかったね。あ、取り寄せね、はい、取り寄せいただいたやつね、はい、いやどうする、肉そばのあったかいのもあんだよな、どうしよう。肉そばのあったかいのと冷たいのもいけるのか、もしかして冷たいの冷たいやつとかを選べますね。例えばミニを、はい、ミニを冷たいのとあったかいのを頼むとかね、はい、それもあり。それか僕があったかいの頼んでいきますね、冷たいの頼んで半分ずつします。ほうほうほう、なるほど。量 ですからね、量は多分ね多いです。山形のそば多いです。本当にね、もうがっつりです。しかも合い盛りっていうのがあって、合い盛りって例えばさらしなと二八そば、田舎とじゃあ十割と二八とかあるんですけど、なんとこの店はですね、合い盛りがじゃあそばとうどんっていう合い盛り。面白いですね。面白いね。はい、困ったぞ。あんまり池森に迷わないんだけど。じゃあそうしてみるか、はい、そうしよう、はい、冷たいのと温かいの一つずつ頼んでみよう、はい、よし。安いですね。安いです、とにかく、はい、28ですって、はい、大盛りにしたらとんでもない量。とんでもない。学びました。なんつってもね、東北のねツアーで行ったお蕎麦屋さんでね、まあ大体ね手打ち10割というのでちょっと 80g とかしかないから、まあちょっと大盛りしようかなと思ってね、お店の人に聞いたんだよね。でも女の子でももう2人前ペロリ行くみたいなね、そんな話だったんです。はい大盛りって頼んだらもうこんなそんな気がしない。今11時半。続々とお客さんが来ています。なんつってるの、食べろ、人気、ね、人気店1位です。はい、肉そばが1位、はい、おすすめで一番で、うん、あとお店のあの撮影の許可もいただいております。ライブラリー撮影、美味しそう。はい、あ、一緒。よし、では早速ゲームで冷たい肉そばいただきます。スープ、おー、鶏の出汁が、鶏の出汁半端ない。うん、あ、うん、まーい。これはあの多分ね、冷やし肉そばっていう、ね、はい、もうジャンルだね。うん、うん、こう手打ちそばのレールにはねないです、はい、うん、冷やし肉そば、はい、うん、うまい。うん、うん、
ゃあ僕の冷たい方から、うん、いただきます。どうでしょう、七味をじゃあ七味いきます。本場で初めて食べたね、はい、うん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 、うまいっすね、うまいっすね、なんか飲みたくなるね。鶏ガラ、なんつうんだろう、ラーメン、鶏ガラのラーメンの、はい、さっぱりっぽい、さっぱり版、うん、脂っぽいっぽい、うんうん、さらに辛いよ、一味、鶏肉が、なんだ、あの、地鶏っぽい、はい、この、はい、硬いめの、はい、うん、じゃあちょっとあったかいやつ、あれにそばのジャムだよ、うん、あ、めんつゆっていうかパイタン、うん、パイタンって言うんだっけ、鶏の、はい、七味と一味を混ぜる、うん、あったかいと鶏肉がちょっと柔らかくなってますね、うん、山形のソウルフード、美味しい。うん。なんか濃いめの味が山形の人は好むのかもね。はい、うん、でもすっごい美味しいだし。うん、鶏の。鶏の出汁と、ありがとうございます、はい、ちょっと
薄めてーのこれを飲む。めっちゃうまいです。あったかい肉そば食べます。で最後、つゆ濃いめなんで、そば湯を割って飲み切る。はい、このパターンだね。はい、うん。完食。ごちそうさまでした。いやーこれはね癖になります。多分水が相当美味しいね。これ普通のお水が井戸水。書いてます。水がもうミネラルウォーター。すっごい美味しい。今日は冷たい肉そばと温かい肉そばを頼みました。で朝だとシェアして2ついただきましたけど、まあどっちも食べた方がいい。で基本ね味濃いめなんで。つけつゆじゃないけど、そういうイメージ。その具材と麺はもう十分あのパンチのある味で食べて、その後に多分みんな地元でやらないと思うんですけど、これそば湯で自分の好きな濃さに割って飲んだら超絶うまかった。いや、蔵王まで走りたくなるぐらいうまかった。意外と近いですよ。マジで？え、蔵王これ近いの？降りたところで蔵王。いやーこれはね本当に通いたくなる、皆さんも山形に来たらぜひ、いや山形のソウルフード肉そば食べてみてください。いや美味しかった、めっちゃうまかった。山形のソウルフード肉そば、はい、あったかいの冷たいの食べましたけど、はい、いやどっちもうまかった。うん、いや今日ね味はねパンチ強めです。はい、うん、だからちょっとつけそばぐらい、はい、結構味がしっかりしてるので、まあ俺的には、食べ終わった後に、はい、多分地元の人はねあれにそば湯を割る人いないと思うんだけど、あれ俺池森はあれにそば湯割って自分の好きな濃さにして、はい、もう全部飲んだ。めちゃくちゃうまかった。これがまた、はい、なんだろう、スープだな。あ、そうですね、鶏のスープ、はい、めっちゃうまかった、うん、あれでもうなんか野菜とかいっぱい入れて鍋やって締めにそば入れてっていうのもね、いいですね、絶対うまいやつ。柚子胡椒入れて、はい、いやいろんなアレンジのイメージが湧いちゃった。しかも俺ら11時半に入って、まあ、並ばずに入れました、はい、今30分経ちました。はい、うん、はい、ぐるっと佐々さん、もう車やばいっす。車がもうものすごい、いや相当広い、どんどん入ってきてもう今行列です。いや早めに来てよかったです。いや皆さんもぜひね、この肉そばの人気店、はい、ちょっと手、またちょっと手っていうのはいいね、はい、ぜひ山形来たら食べに来てみてください。信州戸隠池森そば赤坂店、信州戸隠池森そば赤坂店のグッドボタンとチャンネル登録皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で閉店。